こんばんは、宮沢です。今日もキルケゴールの死に至る病の続きのお話をしていきます。前回はですね、日本国の絶望ということを話しました。まあちょっと深夜に収録したんで話が日本の話になっちゃって、まあちょっと分かりづらかったような気がしたんですね。で、一応もう一回解説しますけど、例を挙げないと何の話だか分かんないんで、一応おさらいとしてお話します。老人の絶望と青年の絶望は違うって話だったんですね。で、老人の絶望っていうのは過去のある時点のこと、抜け出すことのできなかった過去に関する絶望ですね。で、青年の絶望っていうのは未来に対する絶望ですね。未来の自分に対する絶望だと。これから身に引き受けることで、そうなりたくないものに、に対して絶望すると。老人というのは過去に起こってしまったこと、抜け出すことのできなかったことですね。に絶望していると。で、この話が一番よくわかるのは、もう何度も言ってるんですけど、まあ、日本の話でしちゃったから分かりづらかったかもしれないですけど、夏目漱石の心の先生っていうのは、これ抜け出すことのできなかった過去にとらわれてる人なんですね。で、あの先生は学生に会って、で、最終的に手紙を書いて、自分がなんでこんな絶望してて自殺するのかって話も、遺書に残したわけですね。で、あの先生は過去に懺悔すべき絶望があったわけですね。それは騙すつもりのなかった友人を自分の下宿に連れてきて、お嬢さんを好きにさせた上で自分で奪い取ったってことですね。で、そんなことやる人間だと思ってなかったんですけど、結果的に自分が刑を追い詰めて、三角関係の果て自殺させてしまったと、追い詰めてしまったと。で、そのことを考えると、懺悔するとなると、根本から絶望しなきゃいけないわけですよ。で、徹底的に絶望し抜かなければいけないんですね。で、徹底的に絶望し抜くつもりで、毎月、K の命日にはですね、お墓参りに来たわけですね、雑司ヶ谷の。で、そこに、そのことを事情を知らない学生がついてきて、探しに来てですね、雑司ヶ谷の墓まで声かけるわけですね。で、誰のお墓なんですかとか、なんでお参りしてんですかとか、いろいろぶしつけに聞いてくるわけですよ。で、その経緯を喋ることはできないんですね。だってあまりにも絶望してるんで、それを語れば語るほど自分の絶望が深まるんで、言い訳がましくなるんで、絶望の陰徳者になってると。で、さらには、奥さん、お嬢さん、かつてお嬢さんだった奥さんとの生活の中でも、常に奥さんとの間に K がいると。奥さんの後ろに K がいるみたいな、K のことを思わざるを得ないと。そうなると、苦しいんですね。で、何をやっても楽しくないし、申し訳ない、申し訳ないって気持ちでいっぱいだと。いうことなんですね。で、お酒を飲んで忘れようとしたけど、それもできなかったと。で、勉強しようと思ったけど、それも虚しいと。ということだったんですよ。で、過去に人を裏切ってしまった。騙すつもりのなかった友人を騙して、かつては K のことを尊敬してたわけですね。で、彼の追い求める道ってものを、自分も応援したかったんで、かつてはその K の高い志にひざまずいたのに、結局はその人の頭の上に足を乗せるようなことをしてしまったと。それは気づかないうちにやってしまったと。そういう絶望があるんですね。で、その絶望を根本的に徹底的に進めると、先生の精神生活は根底から破れ去ってしまうと。で、結局何が死ぬきっかけになったかというと、明治天皇が崩御して乃木大将が
殉死したことですね。で、それを見て自分も自殺という卑怯な真似はできないけど、殉死ならいいと。で、殉死もその明治の精神に対して殉死するんだったらしっくりくるってことで。で、明治の精神に殉死するって、まあ、冗談めいて奥さんに言ったと。で、ねえ、そこに、明治の精神と思ったものを思ったときに、それが永遠者ですね。永遠者の前に意識を発言し、絶望が最も高い位置に強められたと。で、そこで、まあ、信仰まで導かれる、まあ、乃木大将が明治天皇に殉死したように、自分は明治の精神というものを信仰として、そこに導かれる形で自殺するってことにしたわけですね。自殺を選んでしまったんですね。で、死んでしまったということです。まあ、そう考えると、夏目漱石の心の先生っていうのは、まあ、まだ30、40歳になってない人だと思いますけども、そういうことに絶望してたと。過去にやってしまったこと、過去抜け出せなかった三角関係に関して絶望したと。で、絶望に対する陰徳者になったと。最終的には、まあ、明治の精神って、まあ、信仰にまではいかないですけども、絶望をもっと高い形態まで強めたと。で、殉死という形、自殺ではなくて、あくまでも殉死だって言い張って死んだってことですね。そういうことですね。そういうことになってくるんですね。ということです。で、心っていう小説を、まあ、図にしてみればですね、K っていうのは倫理的反省のあった人なんですね。ということは、永遠なるものを見つめてたと。数珠をずっと数えてたっていうシーンがありましたけど、まあ、永遠なるものを探し求めてたんですね。それは宗教や哲学に求めたんですけども、なかなか見つからなかったと。で、彼は彼で、世俗で絶望してたわけですね。それは、養子に行った先を、医者になる約束だったのに医者にならないって、哲学や宗教の道に行きたいって言って、実家に追い返されるんですね。養子縁組を破棄されて、実家に戻った上に実家から勘当されたと。で、この現実の社会で全くの一人きりになっちゃったと。頼る人がいないってことですね。で、東京に一人でいると。そうなると彼の中に高まっていくのは、まあ、永遠的なるものを見つめる、強き道ですね。で、それがその、尊い道っていう言い方を、K 自身はしてるんですけども、道と、道というものを追い求めると、いうわけですね。で、それに対しては、その、心の先生は、共感したわけですね。あ、こいつはすごい高い、世俗のことにこんな絶望してる、絶望的な状態なのに、もっと遠くのものを見てると、永遠なるものを見つめて生きようとしてると。でも生活が不如意で、自活してどんどん痩せこけてっちゃって、あまりに気の毒だから、じゃあ俺の下宿に来いよと。って誘ったわけですね。で、まあ、親切心から呼んだんですけども、まあ親切心から呼ぶ、以前には尊敬してたと、すごい高みを見てると、精神的なものは理性を高めるということだけに注力してると。世俗の人間じゃないってことですね。世俗を、もう出家寸前みたいな人間だったわけですね。そういうふうに見てたと、いうことなんですね。で、さらに、刑においてはですよ、その、まあ、ディビニティがあったと、永遠なるものを見てたんだけど、その中でも、なおかつ激しく自分を突き止めて、精神生活を徹底してると。ということはもう、現実世界にも居場所がないし、もしかしたら、彼の求めてるものは、数珠を、腕に巻いた数珠を数えるようなもんなんですよ。そんな永遠性がどこにあるんだって話が実はあるんですね。で、見つかってないわけですよ。で、見つかってなくて一生懸命 K は追い求めてるんですけども、
そりゃ、その永遠なるものは日本にあるのかって問題を書いてるんですね、あの小説は。で、乃木大将にとっては明治天皇だったんですよ、その永遠なるものっていうのは。まあ、あるいは軍旗ですね、西南戦争で奪われた軍旗とか、そういうものが永遠なるものの象徴であったんですけども、もう慶也先生の世代にはそういった永遠なるものっていうのは実感として考えられるものはなかったと。だから一生懸命探したんですね。で、慶也は見つけられなかったんですね。で、見つけられなかった上に今度もう一度お嬢さんっていうものに恋愛をしてしまって、で、それは世俗の中での挫折なんですけども、結局永遠なるものも見つからず、世俗の世界では女性に心惹かれてしまったと。で、まあ惹かれるまでも良かったんだけれども、友達に先を越されて結婚されてしまったと。で、なおかつその友達には君はバカだ、精神的向上心のない奴はバカだって俺に言って、君はバカじゃないかと。結局栄養を求めるって言って、君はそんなもん見つかんないものを探してただけじゃないかって責められたと。それによってもう行き場がなくなったわけですね捨ててきた世俗には戻れないし、かといって探し求めてたディビニティも見つからないと。で、ようやくここにおいて両方の上の世界も下の世界も拒否された、二重否定の弁証法になるわけですね。で、それによって、で、事故として、絶望する人間としての事故になるはずなんですけども、それに耐えられず K は頸動脈をナイフで切って死んじゃうわけですね。で、意志薄弱で到底望みがないって言ってですね、なんかそういう遺書を残して死んでしまったと。ということですね。だから、まあ別に、あの、友人に騙されたから死んだとか、お嬢さんが他の男と結婚したから死んだとか、そういう話じゃないですね。まあ、行き場がないんですよ。世俗にも行き場がないし、自分が頭の中で求めてるものもないと。どっちもないから、耐えられないってことで死んじゃったと。でも本当はそこに耐えることが近代人なんですね。それはキリスト教が言ってる、その世俗にも生きらんないし、神の世界にも生きらんないと。両方を統合して、分裂してるものを無理やり統合して生きるのが自己だって言ってるんですね。で、その自己になるためには神がなければいけないと。で、そのディビニティっていうのは神しかないんだと。で、ということはキリスト教徒しか本質的には自己になれないんだと言ってるんですけど、日本人はキリスト教じゃないですから神が見つかんないわけですね。で、明治天皇は神かっていうと、まあ一応荒人神ってことになってますけど、まあその日本が近代化する上で、キリスト教に変わるものがないといけないんで、明治天皇っていうものをもう一度活躍上げたわけですね、荒人神として。でもそれは、ディビニティにならないんですね。で、今もなってないんですよ。本当に突き詰めるとならないんですよ。ということで、じゃあ日本は神なしで近代化をしなきゃいけないってことになると、それは夏目漱石がそれは無理だと思ってたんですね。で、そうなってしまうと、結局その揺り戻しとして俗物制度が無精神性に追いやられていくと、神の問題で諦めると、次、もし K が生き残ってたら何をやったかというと、すごい俗物になってるか無精神になってるかですね。もう全部諦めてですね。もうなんかすごい詐欺師になったりですね、するかもしれないですね。その人ならぬ道に、人ならぬ道に入る、なんかすごい金に汚い主戦道になるとかですね。まあ金に汚い主戦道は俗物かどうかあれですけど、まあスビドリガエルフみたいになるってことですね。それはまあスビドリガエルフって誰だって話になりますけど、罪と罰であるスビドリガエルフって男がいるんですよ。この男はもう世俗のことしか考えてないんですけども、ディビニティはないって決め込んじゃったら、神なんかいないって思ってる人なんですね。永遠なるものはないと。だけど本当は世俗にも生きられないですね。で、詐欺師なんですけど もう人も何人も殺しちゃってるんですけど、でも
その生活が辛いとも思ってない不思議な人間なんですけれども、結局そのこの世の人じゃないみたいなふわふわした存在になっちゃうと。ですごい俗物と無精神性の中に生きてるんですけど、最終的に生きてる意味が分かんなくなって、その人はまあ自殺したんですね、やっぱり。で、もしかして K もそうなってたとしたら、同じ道をたどってたかもしれないですね。スビドリーカルフみたいになってたかもしれないと。まあ、そこまでは描かなかったんですけど。だから、神、永遠なるものが神だと気づいて、絶望とは罪であるってことが第2部で入っのテーマになってくるんですけども、絶望してることは罪であって、神の前に事故にならなきゃいけないっていうふうになった時に、初めてそこで世俗とディビニティの問題を統合して事故になるってことなんですね。でもその神がの問題が日本はないから、やっぱ無精神性と俗物に落ちていってしまうと。そういうことを書いてるんですね、夏目漱石は。で、その結局、K が死んでしまった後の先生も同じ問題に気当たるんですね。自分の中に、頭の中にディビニティがないと。永遠なるものが見つからないと。でも、乃木大将が明治天皇のことを、あるいは西南戦争で失った軍旗のことをディビニティだと思ってたと、永遠なるものだと思って、で、殉死したと。じゃあ、私も、まあ、仮初めの、ディビニティとして明治の精神というものを、のために殉死するんだって言って、自殺しちゃったということになります。まあ、そういう小説なんですね。で、夏目漱石が書いてる小説って、基本的にその部分なんですね。その三四郎からそうなんですよ。三四郎、それからも、で、心もそうですね。まあ、後人もそうですけど、彼岸過ぎまではちょっと僕読んで、恥ずかしながら読んでないんでわかんないですけど、まあ、そういう問題を書いてると。まあ、ちょっと道草だけは違うんですけどね。道草、逆に世俗の話しか書いてないんでね。ちょっと毛色が違うんですけども。まあ、日本人にとってのそのディビニティって何なんだってとこをずっと書いてると。でも、まあ、ドストエフスキーなんかもずっと書いてるんですね。で、そこに関わってないと、近代小説として弱いんですよ、おそらく。って僕は思ったんですけどね。まあ、夏目漱石はだから、そういう意味では、キルケゴールの死に至る病を解読する上で、説明する上の例えとして、心って作品は、最適な作品なんですね。ってことです。 まあ、図に書いてあるんで、まあ、また見てちょっと考えていただければと思います。で、今日は続きのお話をまたしていきます。前回の続きからですね、98ページから。それにしてもこれまで道義的に用いられてきた2つの言葉、地上的なあるものに関する絶望と地上的なあるものに関する絶望、括弧個体的なるものと、地上的なるものそのものに対する絶望、括弧全体規定、括弧閉じとの間には、本質的相違が存するのではないか。確かにその通りである。自己が想像力の無限の熱情をもって、地上的なるあるものに関して絶望する場合、この無限の絶望が個体的なるもの、このあるものを全体として地上的なるものに化するのである すなわち全体の規定は絶望者の中に存するのであり、絶望者に帰属している。地上的なるものと時間的なるものは、とはその本性上、まさしくあるもの、個体的なるものとの、と、への、分散するゆえんのものに他ならない。人間が実際に一切の地上的なるものを喪失したり、ないしはそれを奪われたりするということは不可能である。なぜというに、全体規定とは一種の恣意規定だからである。したがって、自己がまずもって現実的な喪失を無限にまで高めるのであり、ついで自己は全体として地上的なるものに絶望するのである。
ところでこの区別、かっこ地上的なものに関する絶望と地上的なるあるものに関する絶望との間のかっこ閉じが本質的に強調されるべきものとせられるや否や、自己についての意識のうちにもまた本質的な進展がなされることになる。地上的なるものに関する絶望という定式は、そこで絶望のすぐ次の形態を示す最初の弁証法的な表現なのであるということです。この部分はすごい難しいで、昨日考えたんですけど、まあこれも日本人と日本の例えを出して説明するとまだ分かりやすいんで、今日は前回引き続き日本人と日本の絶望でここの部分の解説をしたいと思います。地上的なあるものに関する絶望（括弧個体的なるものと）地上的なるものそのものに関する絶望（括弧全体規定との絶望）は本質的に相違が存するのではないか。確かにその通りである。これ何を言ってるか、例えを出すと、日本人にであるということに関する絶望ですねと、日本国に対する絶望ですねの間には違いがあるって言うんですね。日本人であるってことに関する、自分が日本人であるってことを個体的なるものとして、あるものであるとしての日本人であるってことの絶望と、日本国そのものに対する絶望、まあ日本社会って言ってももういいんですけど、日本国、日本国家としての日本ですね、に関する絶望、全体規定との間には差があると。日本の国家と我々が日本人であるということは別のことなんですね。で、だから別々に絶望があると。日本に生きてる日本人だっていうことの絶望と、日本の国家が絶望的であることは別のことだって言ってるんですね。このことを説明していきます。自己が想像力の無限の情熱を持って地上的なるあるものに関して絶望する場合、この無限の熱情が個体的なるもの、このあるものを全体として地上的なるものに化するのである。すなわち全体規定は絶望者の中に存するのであり、絶望者に帰属している。日本人であるってことに無限の熱情を持って絶望する場合があるとします。どういう場合かっていうと、まあ今日本人が素晴らしいっていう番組よくやってますけど、日本人が自信喪失してるのは確かなんですよ。なぜなら景気がなかなか良くならないと。で、経済的にも中国に抜かれつつあると。今までは経済大国で、日本人勤勉でお金持ちな日本人っていうところでアイデンティティがあったんですね。それはまあ90年代ぐらいまであったと。で、2000年代ぐらいからだんだん怪しくなってきたと。で、2010年代に入ってきたら、いやもうちょっとだいぶどの指標を見ても経済的に追い抜かれてきてると。他のアジアの新興国もだいぶ経済力をつけてきて、まあ今一応円安ですね、120円になってしまってると。1ドル122円ぐらいまでもう今行きそうになっちゃってるんですけど、どん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 円が安くなってきてると。で、景気が回復してるかどうかはまあさておきですね、まあ昨日もお話したんですけど、この先行きが明るいのかバラ色なのか景気がいいのかっていうのは皮膚感覚で分かるものとして、まあ僕なんか正直本当に冷え込んでるって思うんですね。まあ特に消費税増税してからですよ。増税してからで、まあ本当に良くなってんのかって問題は、まあ良くなってるって人もいますし、いや悪くなってるって人もいるんですけども、まあ、印象としてまあ良くなってるって人もいると思いますよ。僕はまあ悪くなってる方の派なんで、多くの人にとっては良くはなってないですね。一部の人にとってはすごいいい環境かもしれないですけどね。株価が、株を持ってる日本国民の 5% しかいない株を持ってる人にとっては、自分の持ってる株がガンガン上がって配当が出て良かったっていうことかもしれないですよ。だけど株とか金融商品に無縁な人にとっては、別に会社の給料がガンガン上がってるわけでもないし、
物価が上がってるので相殺されてるし、まあどうなんだというところだと思いますね。でとりあえずその個体的なものとしての日本人というのは無限の情熱を持って日本人であることに絶望し始めてると、いや何とかしなきゃいけないんじゃないか、日本人はもっと頑張んなきゃっていう焦りがあるわけですね。で焦りがあって、その焦りが何になってるかっていうと無限の情熱に変わってってんですね。まあ絶望してんですけど、それがその愛国活動になってきてんですね。日本を取り戻そうって話になってきてんですね。日本人としての自信があまりにも失われてると、だからなんとか頑張っていこうっていう雰囲気をになってる気はするんですよ。掛け声は上げてんですけど、掛け声上げてる割にはちょっとしらっとした雰囲気もある感じもない気にしもあらずなんですけど、結構その絶望の根が深いというかですね、もう若い人もその悟り世代とか言われるぐらい無限の熱情を持って絶望し始めてると。でその絶望の裏表として愛国心っていうものも叫ばれてると、まああるいは排外主義っていうものがあると、中国韓国が気に入らないっていう人たちの運動もあると、そういうところがあると思うんですね。なのでそれは全て日本人としての絶望にかかってる問題だと思うんですよ。だけどなぜそういう絶望感を無限の情熱によって、無限の熱情によって個体的なるもの、このあるものを全体、日本人っていう種の危機意識ですね、そこに熱情を注ぐと、これは本当にまずいぞって思い始めてると、なんとかしなきゃってやれることからやろうっていう機運はあるけども、まあ、それがいろんな形で出てきてると。でこれがですね地上的なものに化してると、日本人としての絶望感が次には日本国への絶望に変わってきてるわけですね。個々の日本人としての危機感が日本国ってものの危機につながってるってことですね。絶望って言うとちょっとはピンとこない、日本人としての危機感があると、それは危機感があるから、愛国自信を取り戻そうとか愛国心を鼓舞したりですね、排外主義をやったり、まあ一部の人はやってますし、多くの人はいやこのままじゃ日本社会まずくねって思ってるわけですね。危機意識を持ってると。でその危機意識は日本人、個体としての日本人との危機意識、自分の未来がこれまずいぞと、このまま会社に勤めてたって給料全然上がんねえぞとか、出世もできるかどうかわからないと、なおさらなんかヤマダ電機も46店舗閉鎖したとかですね、なんか地方銀行もどんどん統合しそうだとかですね、自分の会社も明日身売り、まあ、リストラはさておきどっかに吸収合併されるんじゃないかと、ヤマダ電機に至ってはソフトバンクと資本提携しちゃってるわけですね。でなんだかどん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 統合されてると、で資本提携でですねまとめられていくと、そうなるとなおさらポストがなくなるんで、出世もできないし給料も上がらないと、そういう意味での危機感があるわけですね。でその個人個人のうっすら抱えてる危機感が何になるかっていうと、日本国家としての日本に対する危機感になってくるって言うんですね。で国家としての日本の危機感になってくると、まあ今政治的問題で上がってるのはその集団的自衛権とかですね、友好国、まあ同盟国が攻撃されたら日本も駆けつけ護衛するとかですね、話してますけど、まあ、根本にあるのは日本が今危機的な状況なんで、安全保障も見直すと、でなおかつその危機対策も今後もやっていくと、でなんとかしていこうって危機意識が現れてるわけですね。まあ、年金資産も株式に突っ込んでるとかいろいろありますけど、その危機感があってに日本人の個々の危機感が集約されて日本国の危機感に変わってきてると。それはどういうことかっていうと、日本国に対する危機感というのは全体規定なんですね。地上的ななるものの全ての枠組みの中での危機感ですね。で日本人であることっていうのは我々個人個人の危機感なんですよ。
で、我々個人個人の危機感でどこから出てくるのかっていうと、日本人の中にあるわけですね。それがすなわち全体否定は絶望者の中に依存するのであり、絶望者に帰属していると。我々一人一人が日本人だから、日本国家に対しても危機感を抱くんですね。我々一人一人の危機が、日本人の政治的な危機になっていくわけですよ。で、全体規定っていうのは、日本人である、我々の中にあると。で、日本人っていうのは、いやがおうにも日本国のことを考えなきゃいけないんです。どんなエゴイストも、日本にいる以上は、日本のルールにのっとって生きてるわけですよ。それは法律とか社会制度ですよ。日本人であるけど、日本国家の作ってる社会制度や法律とは関係ありませんということはできないわけです。その人は日本人じゃないということなんで。日本の社会制度や、法律の体系にのっとって暮らしてますと、で、日本国籍がありますということであれば、それが日本人なわけですね。で、その日本人であるっていうところにはもうすでに日本国に対する危機感っていうのが全体規定として組み込まれてると、帰属してるってことですね。そういうことなんですよ。ここまで来て、わかりづらいか、わかりづらいですね。で、もうちょっとわかりやすい例は後であげるんで。で、地上的なるものと時間的なるものは、その本質上、まさしくあるもの、個体的なるものへと分散するゆえのものに他ならないと。で、日本人であるから、国家としての日本に危機感を覚えると。そうすると、日本国って何かっていうことは、個々の日本人の中に存在してると。だから日本国家に対して危機感を覚えるんだと、絶望感も味わうんだと。日本人じゃなきゃ日本に絶望感なんて味わわないですからね。我々がアメリカの社会に絶望感感じたり、中国の社会に絶望感感じるかっていうと、感じないんですよ。だってそこの国民じゃないから。で、なぜ日本にだけは絶望感を感じるのかっていうと、我々が日本人だからですね。だから我々が日本人だっていうことには、もう全体規定が含まれてると。日本人であることによって、日本国家に危機感を抱くっていう存在であるっていうことは、性質としてあるってことですね。で、地上的なるものと時間的なるものとは、その本性上、まさしくあるもの、個体的なるものへと分散するに他ならないと。で、日本の国家っていうのは抽象的なものなんですね。我々の頭の中にしかないんですけども、でも地上的なるもので、時間的なるものなんですね。歴史上のものであって、この世俗の中にあると、現実社会にあるのが日本国だと。だけども、その特性っていうのは、日本人それぞれが日本国を思うっていう形で分散されてるわけですね。みんなの頭の中でみんなの日本国があるわけですよ。それが分散してて、で、みんなで日本の危機だって言ってるわけだと。日本人としての危機が日本国の危機だってことになるわけですね。こういうことになるんですね。で、これ最初に僕が読んだ時は、難しいなと思ったんですけども、もし、ストーカー体質の男がいるとしますよ。で、女性にすごいストーキングするとは。で、この人は、ある女性に対して絶望してるわけですね。すごいしつこくつきまとうな、拒否されてるからだと。でも、その人が女性に拒否されるっていうのは、その人自身が、の中にもストーカー体質なものが、あるわけですね。女性に対するなんか間違った固定観念がもしかしたらあるんだと思うんですよ。まあ、日本人が日本の国家に危機感を覚えるように、そのストーカー体質の男ってのは、女性一般になんかもう特異な執着心があるわけですね。で、病気なんですよ、要するに。だから、ストーカーの執着心っていうのはもうその人にしかないんですね。他の人にはないんですけど、ある特定の人にしかないんですね。すごい執着すると、女性に。で、多分、ストーカー体質の人って対象が変わっても他の人にストーキングすると思うんですよ。
同じ人にまあずっとつきまといはするんでしょうけど、以前にも他人の人につきまとったとかですね、あるかもしれないですね。でまあたまたま最初に好きになった人にずっとすり込み効果みたいな、アフィールの子が最初に見たものを嫌だと思うみたいな感じでつきまとってる場合もあるかもしれないですけど、何らかその女性に対する執着心がその特定の女性に対してあるというよりも、その彼の中にそういうストーカー心理があって、その対象がたまたまその女性だったっていうだけの話かもしれないですね。でということは、その人にとって地上的なるもの、時間的なるものっていうのは、その人の中にストーカー心理としてあるわけですよ。だってそれしか現実がないわけですね。女性に執着するっていう得意な、病的な精神からこの世を理解してると。だから、すごい執着するんだと思うんですね。なんでストーカーなんかせずにもっと他の楽しいことをしないんですかっていうと、そうじゃないですね。その人はストーカーってことからこの世を理解してるんですね。誰かの女性につきまとうってことが中心になってこの世の中ができてるんで、他のことなんか目に入んないですね。その目的に向けて生きてるかもしれないですね。で仕事に行ってその後はストーキングするとかですね。その、なんか自分のシフトがもうみんなストーキングを中心に作られてると。そういうことになってると。そう思ってもらえば、全体規定っていうのはその女性に対する思いっていうのはその人の中で歪んでるからそういうことになると。で日本人であるってこともですね、全体規定としての日本国家が何であるかってことは日本人の中にあるわけですね。で日本人の中にしか日本に対する特別な思いはないわけですよ。だから日本人が危機だと思ってることを、これは国家の危機であるって思うわけですね。でアメリカ人が危機だと思ってることは、これは日本の危機であるとは思わないと思いますよ。アメリカ人が危機だと思うことはアメリカの危機だと思います。アメリカ国家としてのアメリカの。で、逆に言えば日本人である我々の危機がアメリカの危機になるかって言うと、なんないですね。アメリカが崩壊したらやばいとか言って、一生懸命言う人いないんですよ。自国のことのように思う人もいないし、中国が崩壊したらやばい、ロシアが崩壊したらやばいって自国のことのように心配する日本人というのはいないわけですね。なぜなら私たちは日本人だから、日本国に対してしか危機感を持てないと。日本国って全体規定は日本人の中にあるもんだと、そういうこと言ってるんですね。ここでストーカー心理ってのはまさしくそうだと。女性に対する思いっていうのはその人の中にしかないと。だから、男性に対してストーキングするわけじゃないですね。それは犬とや猫にストーカーするわけじゃないと。他の対象物にはストーキングしないんだけど、若い女性でこういう特性を持った人には、ストーカーするとか、明確になんか特徴があるんだと思いますよ。20代のこういう女性、黒髪のこういう特徴の女性にだけストーキングするとかですね、何かしらなんか病的なこだわり執着心があるんでしょうし、まあ大体のストーカーって一回交際相手だった人ですからね、一回付き合って個人的な肉体関係なりなんなり結んだ人にすごい執着するとかですね。でなぜそうなるかっていうのは、もともとその人がそういう執着を持って生きてる、そういう性格の人間だからだと思うんですよ。病的な部分が あると思うんですね。だからその人の中に存在する女性像がまずもって病的だからそうなると、ってことですね。だからこそ他のもんには興味のない金髪女性にはストーカーしないかもしれないし、なんでしょうかね。まあ、例えばですよ、その幼女だけが好きだとかですね、いるかもしれないですよ、そういう人。まあ、いるでしょうね、ロリコンの人とか。最たるもんですけどね。成人女性には興味ないですよ。で、小学生とかにだけ付きまとうとかですね、そういうおかしな人がいるとしたら、その人の全体規定、女性に対する全体規定っていうのはもう、
小学生の女性ってことになっちゃってるんですね。でその人の目にはもう大人の女性は入ってこないわけですね。ということですね。そういうことです。続きです。人間が実際に一切の地上的なるものを喪失したりないしはそれを奪われたりすることは不可能である。なぜというに全体規定とは一種の死規定だからである。ということはですね、先ほど言った全体規定、日本国家っていうものを考えに危機意識を覚えるというのは一種の思考規定なんですね。自分の頭の中、日本国ってものに対してだけはすごいいろいろな感情、複雑な感情を覚えると。それはなぜかというと一種の死規定だからなんですね。頭の中の構造がそうなってるからですよ。アメリカとか中国とかロシアに対しては国家として何も思わないけど、日本っていうものに対してはすごい強烈な思い入れがあると。なぜかというと日本人だからですね。で日本国家っていう全体規定は日本人の死規定なんですね。考え方の元からインストールされてる OS みたいなもんですよ。そういうものだと。で地上的なるものを喪失したりそれを奪われたりすることは不可能である。日本国家を日本人としている以上ですね、日本国家っていうものを考えずに生きることは不可能だってですね。それを喪失したり日本というものを喪失したまま生きるとか、日本というものを奪われたりしたままですね、日本人であることは不可能なんですね。で日本国っていう OS が入ってる以上は、その OS が入ってないパソコンだけはの人間だったとしても電源入れても何も映んないわけですね。 OS が入ってるから映るわけですよ。まあ Windows とか何でもいい、 Linux でも何でもいいですけど、そういうのが入ってるから動くと。で OS としての、日本国が入ってない日本人っていうのがいるとしたら、それは無理だと。日本人じゃないし、そんなこと不可能なわけですね。だから OS を入れずにパソコンを動かすのは無理だと一緒ですね。で従って自己がまずもって現実的な喪失を無限にまで高めるのであり、ついで自己は全体として地上的なるものに絶望するのである。ということはですね、まず自己が日本国家ってものに、喪失感を覚えると、それに日本に絶望を深めていくと。で日本に絶望していくことによって、今度は日本人として生きていることにも絶望していくと。この順番だってことですね。OS は壊れてれば OS 入れ替えればいいんですけど、まあ OS 入れ替えたら自動的なものに絶望しますよ。まあ日本人で言ってみれば、その1945年を境に大日本帝国から普通の日本国になってるわけですね。普通のっていうか今の日本国に急に OS が変わったわけですね。でもずっと日本人だってことになってるんですけど、じゃあ45年を境に同じ日本人なのかって問題があるはずなんですね。でそれが地上的なるもののに関する絶望になってるわけですよ。喪失感があるわけですね。どっか連続性が1945年を境に違う OS が組み込まれて前の OS と一緒なのかっていうのがよく分かんなくなってきてると。そこが日本人としての絶望感になってるんですね。続きです。ところでこの区別、地上的なものに関する絶望と地上的なるあるものに関する絶望との間が本質的に強調されるべきものとせられるやいなや、自己についての意識のうちまた本質的な進展がなされることになる。地上的なるものに関する絶望という定式はそこで、絶望のすぐ次の形態を、示す最初の弁証法的な表現なのである。
地上的なものに関する絶望。日本国家に対する絶望っていうのはですね、OS としての日本に対して絶望してるとしたらですね、次はじゃあ日本人であるってことは何なんだって見直しが始まると。そうすると日本人というものの意識のうちに本質的な進展がなると。で、新しい弁証法的な表現が現れるってことですね。それは次の章で説明されてきます。ちょっと説明がうまくいかなかった気がしますけども。ああ、そっか。したがって自己がまずもって現実的な喪失を無限にまで高めるのである。というのは、日本人として喪失感を抱いていると、日本人として危機感を抱いていると、それが無限まで高まると、今度は日本国って今の日本という状況に絶望していくと、地上的なるものに絶望すると、地上的なるものってのは日本国のことですからね、それに絶望していくと。ということは、今まで言ってきたことで言えば、日本人が俗物性や無精神性という形で現実的な喪失が高まっていくと、今度は日本国家そのものに対して絶望するということですね。で、地上的なものに関する絶望、日本国に対する絶望と地上的なあるものに関する絶望、日本人であることの絶望との間は違うと。で、日本国に絶望すると、今度は日本人って何なのかってことになると。で、今の社会は日本にみんな危機感を抱いていると。そうすると日本人って何だって見直しが始まってくるわけですね。で、日本ってこんな素晴らしいとこがいっぱいあるぞとか、あるいは排外主義ですね。中国や韓国が嫌いだって形で日本人を定義していくことなんですね。で、そういう定義をしていくと、今度日本とは何かっていう定義ができてくると。日本というのは神の国だとかですね、日本は世界に誇る素晴らしい国だとか、そういう歴史意識が出てくるわけですね。歴史修正主義っていうのか、地上的なるものに関する絶望は歴史修正主義という形で出てくるということです。ちょっとちゃんと説明できなかったので、次回きちんと説明します。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。